遠足やろな、楽しそうやね。早い先頭早い、俺ちょっと足が痛い、膝痛い、もう肉離れしたような感じ。しょじゃあヘリは前から2番目の人を殺すね。元気やね、小学生ね。はい、小学生のね、遠足のグループをかわして、ちょっと先行ってもらって、うん、後から追っかける感じで撮っていきます。でないとね、またね、あんま子供ちゃんを映すのはどうかと思うんで、はい、ここはね、ゆっくり行きましょう、はい。で、かわいい小学生じゃなく、かわいいあっちゃんをご覧ください。前向けたおんねん、まだ。はい、これね、まあ大丈夫やけどね、はい、っていう形でね、石段を降りていくあっちゃんです。はい、しんどいで、マジで。いかがでしょうか。カメラの酔いとかわいいあっちゃんで酔っちゃいますか。いらんこと言うなんで、ごめん。ちょっとナルシーなところがあるんで、そこはお許しくださいませ。そう、いらんこと言うとか楽しいやんか。アホみたいなこと言うとか楽しいやろ。な、ま、真面目な放送より。あっちゃんらしいでいいでしょ。結構下まであるやん。はぁ、あ、言うとるわ、もうしんどいね。どこや、結構下まで下ってきたぞ。道があんまり森入ってさ、虫とか蛇おった家やから、蛇踏んだらかわいそうやね。毒蛇おった家やし。ここはどこにあるんでしょ。穴書いてある。うねめの袖吹き返す、ここに映ってるね。ちょっと待って、ね、はい。飛鳥風都を徒歩遠見、いたずらに吹く、うねめの袖を吹き返した飛鳥の風は都が遠いので、遠のいたので今はただ虚しく吹いているって。うねめさん、持統天皇の飛鳥から北の藤原京に流れたから急、そういうことか。うねめさん、ここからね、藤原京に変わって、都が遠くなったから、虚しいよって。結構ね、和歌とかで悲しい歌多いよね。あ、これアコやんか。アスカのなんやマセだ。ヨロかなって言ったお土産屋さん。あそこの近く。またアコ行きましょう。戻りましょう。ということでね、結構下まで降りてきたな。道まで出んのかな。はい、ということで降りていきます。階段がね、ちょっとだけ歩きづらいね、感覚がね。これ結構自然から作った階段ってこういうの多いね。車椅子の人はこっちから無理やから、さっきあっちゃんが来た駐車場の方から、川原の方から天が敷いて戻ってください。こっち階段なんで、でこっちはね、車で多分来れると思うよ、下からね、道から。この花綺麗。これは何ていう花ですか。あっちゃんには分かりません。教えてください。可愛い綺麗な花です。はい、お花さんは綺麗やね。はい、ね、ここ出てきた展望台。駐輪場って書いてあるの。駐輪場。あ、そこに駐輪場。天ヶ島岡地区は藤棚が綺麗よ。ほらね、天ヶ島茶屋なんか売ってる、道具が売ってる。どこに出てきたのかあっちゃんもよくわからない。まあゆっくり歩いて帰りましょう。豊浦休憩所、トイレ、昔の展望台、入口、スロープ。あ、スロープあるんや、こっから。こっからもう雨が引けるんやね。じゃあ階段じゃない、こっちから降りてきてください。じゃあ大丈夫です。はい。で、この下に休憩所、トイレ休憩所があるんだけど、スタンプラリーこの辺にあってんけど、どっかわからへん。この向こうかな。
トイレのとこ行ってみよう。あったあった、そこにスタンプラリーがあるわ。ここか。つまんだけど回答用紙箱、なにこれ。いてて、こんなんがあるわ。何かの回答用紙箱、ちょっと見ていきましょう。これね、お手洗い、これなんか事案とかもあるしね。ここにね、スタンプラリーがある。トラとかいるんだ、このスタンプ。待っていこうか。超カレンダーイベントスケジュール。トラの絵も行きたい。農業体験ができる。いちご狩り、里山遊び。はい、スタンプラリーを押します。これは、市場。はい、市場今ができた。あとここ3番はどこや。万葉植物園のとこ。今日行けるかな。頑張っていきます。はい、ね、いろんな地区のが置いてあった。ヒトラ、高松塚、石舞台、なんていうの、岩戸っていうのかな、岩井戸。昔5地区あるんだけど、5地区集めたらなんかもらえるんで、園内を回って1人1枚限りで、5地区のうち4地区のスタンプステップで集めると、もれなく公園を置いてる記念品もらえますって言ってきます。これまた時間かけていきます。今日はごまかしだけでいいわ。あと万葉公園かも。こういうの好きやね、あっちゃん。いろいろ行ったりね、するね。じゃあ行きましょう。お茶飲んでいこう。ここちょっとね、さっきのところの横のここにあって、なんかね、ちょっと室内やねんけども、写真飾ってやね、綺麗よ。で、野鳥のとかね、この中はタバコ禁止です。ペットもうんこもダメです。ペット入ってこないけど、うんこはダメです。おしっこもダメです。はい、もちろん人間のうんこもおしっこもダメです。トイレでしましょう。はい、ね、いらんこと言うとアホや思われるね。アホや思われるかもええねんけど、さっきはそればっかりね。いいね。じゃあ行きましょう。で、写真綺麗よ。これは見に来てくださいね。こんな感じで綺麗なプロのプロがアマチュアから見る写真飾ってる。お店綺麗な、はい、こんな感じなんで、結構いい雰囲気の休憩所なんでね。で、人も少ないし、厳かで静かでいいところ、幻想的です。これ、ジャンガル、自販があります。ジュースを買ってください。釣り線が不足しています。そう、遊びに行くときはできるだけ釣り線がないように、小銭を持っていきましょう。神社行くときもね、もちろん。これね、国道の道の上、甘かしの方のバス停あるから、多分アスカ周遊パスって言って、一日の、あ、まあ、シュレ、何喋っとんねん。はい、アスカ周遊パスみたいなのがあって、アスカ、何だっけな、何、飛鳥駅かとかからバスでね、橿原神宮かとかもぐるっと回れるバスがあるんで、それがね、1日何歩かで乗り放題っていうのもあったり、まあ、一区間乗ってもいいんだけどね、そんなんで来たり、自転車借りたりね、なんだ、あれがあるのよ、レンタルサイクルもあるんで、レンタルサイクルに電動もあるから、そんなん借りて、こういうところ散歩するのもいいと思います。はい、ということでね、ちょっとこの景色を。あっちも景色とか、これバス来たじゃん。あ、じゃあ観光、あいの線バス、あいの乗れるから、あんな感じでバス乗って来てください。ここは甘かしのところね。こんな感じのところです。行きましょう。この辺、甘かしの丘なんとかクラブ、里山クラブ。あ、このところに
青いスミレか、さっきあったこれね、綺麗かったかな、多分。どこや今、今ここで、まあ、なんか、あれ車どこいたっけ、あ、ここだ、めっちゃ逆側、いや遠いな、っていうことは、からこう外歩いていってこう帰ろうか、めっちゃ歩くけどね、うん、では帰りましょう。今何分歩いてる、だいぶ歩いてるな、今何時なん携帯が、携帯ポケットでか持ってないから分かんないわ。そんなことより帰り、もうすごい逆やんか、現代地ここやろ、で、あっちゃんの車多分、うん、ここなんや、ひゃー、じゃあこっからくるーって回って帰ろうかね、いいお散歩コースになるよね、はい、川原展望台、こうやったんや、こっちから行ける、そっちから行こう、うん、マスク歩きます、綺麗な、この花すごい綺麗な可憐なお花でさ、こうすごい綺麗、欲しいな、絶対見てくれたなんで、欲しかったも、うん、綺麗ほら、ダメですよ、もしこれ、あの抜いてくれた人見つけたら、じゃあしばくよ時々バイオレンスになるよできたことか言うなって、はい、なんか喋っとかなあかんやん、散歩動画やのにもっとね、こういう幻想的なのが厳かに歩けって言われるけど、一番、この木何の木、この木何の木、もう飽きてきたな、これも雨飛ぶや軽くやしろの筆や月のイグルーセまでの歩く、わからない、もう入れか、ケヤキです、ケヤキやって、これがはい、ですね、しんどっ、さあ歩いたら結構ここからが遠いみたいで、地図見たら一番なんか遠かったけど、なんか供養塔、なんか供養されてるな、うわ、蜂の手や、やめて、逃げる勇気もなかったわ、やりかもね、草むらから上登れそうな勢い、いい感じで道続いてんねん、あっちゃんここを通ります、かなり遠いみたいよ、地図見てたら、あてもなくね、こんな感じにお散歩するっていうのもいいと思うね、今日はどこって決めずに、足の向くまま、木の向くままみたいな、で、バッタや、びっくりした、しんどい、どっか休憩所ないの、ここはね、舗装されてるの、アスファルトかな、なんか茶色く舗装されてるから硬いから、やっぱりね、足に負担かかると思う、だからソールのごつい歩きやすい靴で来てください、もうこの木のやついいわ、秋だ、タケノコがノコ、コじゃなくなってる、長いタケになって、タケノコはでもとても高いよ、こういうところではね、土地の持ち主にいいですかくださいって言ってもらいましょう、あ、ここも崩れてる、400m、結構歩くな、頑張って歩くぞ、お笑い芸人みたいに頭にカメラつけるの恥ずかしいからな、あちゃんそういうのダメやねん、青見たら受け狙ったりとかボケたりするの好きやのにね、だからロリータ来たりとか全然平気やのに、あの変なカメラ頭につけたりするの無理やねん
石川原、口で合ってる。結構歩くぞ。登ったり下ったりね、足に負担かかるね。絞りが合うてくれんから、明るくなったり暗くなったら映像が白ぼけちゃったりするもんね。てか時々ピントが合うてる時あるでしょ。ファインダーずっと覗いてられへんね。だからやっとったらピントが勝手にずれたりするから、もうカメラあかんのかな、やっぱり。またカメラ買いかよ。高いねんカメラ。ね、ピンボケっていうか、ピントが合わへんのか、修理結構高いらしい、買うほどつくらしいね。で 4K カメラ買おうかもね。 4K カメラ大きいと思ったやから HD で十分やんか。だからもう HD で買おうかな。あのまた向こう行かなかのかな。ここあの人が歩いてるから。今どこ歩いてんのやろ。しながら歩いて、これまたね、誰かと来たらね、喋りながらで楽しいね。でも逆に一人で来ると自分のペースで行けるから、それはそれで楽でいいね。じゃあ一人でどっか行ったって苦手なタイプでね。でも最近は一人で自分のペースでやるっていう気楽さも覚えたら、それもありやなと思って。いつもねどっか行くときと逃げちゃうか、いちゃいなくなった子供がいてるから、で行くやんか。で、あかりさんも、みきちゃんとの出会う前は友達とかでいろいろ言ってたけども、ね、みきちゃん一人に絞ったから友達全部切ったんや。だから今は誘って最高かっていう人はあんまいてなくて、だから今は一人でね行ってんねんけど。川原天明市、川原市サードチークぐらいな。ちょっと一回休憩しよう。こっから行ったら川原の方に行くから、駐車場この向こうやと思うね。さあ、挫折して駐車場へ帰るか。